アルノルト・ルート・ビヒ・メンデルス・ゾーンは、ドイツの作曲家。モーゼス・メンデルス・ゾーンの彦であり、父、ビルヘルム・メンデルス・ゾーンのいとこに、フェリックス・メンデルス・ゾーンがいる。シレジアのラーティボーアに生まれる。ベルリンの王立協会音楽研究所と、王立芸術アカデミーで、アルベルト・レシュホルンにピアノを、カール・アウグスト・ハウプトにオルガンを、エドアルト・グレルト・フリード・リヒ・ヒールとタウベルトに作曲を、指示した。 1880年に、ボンデ新福音協会のオルガニストと合唱指揮者、ボン大学のオルガント化成学の教師となる。1883年に、ビーレフェルトに移りビーレフェルト楽友協会の指揮者と、市の定期演奏会芸術監督を務め、1886年にケルンに移り、ケルン音楽院で、オルガント作曲の教師となった。1890年以降は、 ダルムシュタットを拠点とし、1912年にフランクフルトアムマインにあるホッホ音楽院の教授となった。著名な教え子に、クルトトーマス、ギュンター・ラファエル、ハイン・リヒ・シュピッタ、ギュンター・ラミン、フューゴー・ディストラー、パウル・ヒンデミットがいる。ありがとうございます。